ロシアによるウクライナ侵攻が始まってからあさってで2年となります。非核平和都市を宣言している宝塚市で市民らが平和の鐘を鳴らし戦争の終結を祈りました。1989年に非核平和都市を宣言している宝塚市、市役所のすぐ北にある末広中央公園には宣言から25年となった2014年に市民からの寄付により平和の鐘が設置されていて、これまで原爆の日や終戦の日に鐘を鳴らし平和や核兵器の廃絶を祈ってきました。ロシアによるウクライナ侵攻が始まってからは2月24日に合わせ鐘を鳴らしていて、今日は山崎春江市長や市民のほか15歳の時に広島で被爆した岡部芳子さんらが集まり鐘を鳴らして平和を祈りました。ウクライナを見ててまず今核兵器廃絶歌ってるけど、私は核兵器廃絶の前にまず平和でありたいと思ってる。平和が当たり前じゃないよっていうことね。戦争があってあの経験を二度とさせたくないと思ってる。平和なもとに生きる権利、これを今崩されている、そんな現状がある中、市民の皆様にこの非核宣言都市宝塚市の思いをしっかりと受け止めていただき浸透させていただく。平和の鐘は今日午後4時まで一般開放されています。